実質賃金の減少が止まりません。実質賃金は令和4年4月以降18ヶ月連続でマイナスとなっております。9月に労働者が受け取った現金給与総額は去年の同じ月に比べて 1.2% 増加。しかし物価変動の影響を差し引くと実質賃金はマイナス 2.4% になったことが分かりました。厚労省は物価の伸びに賃金上昇が追いついていないとしています。そんな中今注目したいキーワードが移動格差です。実はかなり前から地方から東京など大都市に移動する人は減少傾向にあるのですが、経済的な理由で移動できない人が増えているというのです。東京は何もかも高くて暮らせない。憧れるけど地方の方が家賃が安い。もちろん地方でも豊かな暮らしは可能だし、若者にとっては家賃や物価の高い東京は暮らしやすいとは言えないのかも。それでも東京の一極集中は変わらず、実はこの30年ほどで東京都の高齢化率は2倍以上になっています。果たして未来の東京はどうなるのか考えます。移動格差というところですけどもいかがですか。そんな東京に移動しなきゃいけないもんなのかなって思っちゃうんですけど、そんな僕は地方から山口県の下関の彦島っていうちっちゃい島から東京に来てるんで、東京に憧れを持って、で実際住んでみたらなんかちょっとでかすぎるなって俺は思うんですね。東京がですね。そうそう、なんかちょうどいいのが福岡が俺ちょうどいいと思ってて、福岡街中に空港あって30分も車走らせたらもう大自然があって、飯うまくて、まあ黄砂だけがちょっと嫌なぐらいで、あとはなんかコンパクトにまとまって都会も田舎もあるっていうのがすごくいいなと思ってて、東京なんて新宿とか池袋とか渋谷とかってあるけど、俺だって渋谷しか使わないもんみたいな。なんかいっぱい上野とかいっぱいあっても同じですもんね。あるけど、そうなんかいっぱいあるだけで行かないから、福岡の方が俺は好きって今思って。わかりました、ありがとうございます。ではゲストご紹介します。日本で移動格差が広がっていると指摘されている社会学者、立教大学教授の貞金秀行さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして宮城県出身で1年半前に仙台の専門学校を卒業し就職のため上京してきた三羽根昌司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、地方から東京、大阪、愛知の三大都市県に引っ越しをする人はですね、1970年をピークに減少しているということなんですが、貞金さん、これどういった背景があるんですか。まあ、一番大きいのはこれ、この表はあんまり不正確に止まって、少子化ですよね。基本若者が移動することが多いので、若者が減れば、まあ、移動に人口が減っていくというのが、まあ、この背後にはあります。ただ、おそらく次のではないんですけども、移動率、国勢調査を見て移動率、若者だけを取ってみてもやっぱり移動は減っているという結果が出ていて、15歳から24歳ですけどね、大体こう3分の2からまあ半分近くまで移動率が減っている、100人に、10人ぐらい移動したのがまあ5人ぐらいまで減ってしまう、そういう現象があるということですね。そもそも移動格差というのはどういったものなんですか。格差ということは、これで今移動が単に減っていることが重要ではなくて、移動できる人とできない人が分かれているというのもおそらく重要なわけですよね。でどういう人かというと、さっき国勢調査のグラフがなくてすみませんが、結果でもそうなんですけども、基本、大卒層は移動はあんまり減っていない、減ってはいるんですけどもあんまり減ってない。一番減ったのは 中高卒層なんですね。結局そういう意味では移動できる人は移動し続けてると、でも移動で、これまでそのなんていうのかな、移動する資産とか、学歴ですね、ぶっちゃけ言うと学歴とか、才能ですよね、ここに皆さんがそうだと思うんですけども、移動できる人、なんか特定の才能がある人はどんどん移動するけども、そうじゃない人は移動でき、できないというか、そういう しないのかもしれませんけど、そういう現象がある。あともう一個はその男女差を見ても、
男性の方が減ってるみたいな、ある種格差というような、その社会的にその移動できる人できない人、むちゃくちゃ移動する、グローバルに移動する人と、まあほとんど住まいを変えないとか、まあ住まいだけじゃなくて短期的にも移動しないような人が、まあある程度分かれつつあるというのは問題なんじゃないかと思います。先生、かつては集団就職っていう言葉があったように、やっぱりこう地元で家を継げない農家の次男三男の皆さんとか、基本的にまあ本人の希望というよりかは、まあある意味こう強制的にとまでは言わないですけど、都市部に移動しなきゃいけなかったっていうことも、まあ今もないじゃないですか。そういうこう産業の変化っていうのはあるんですか。移動率のまあ減ってる原因としては大きく2つ考えられてて、一つは経済的な不況です。で、逆に言うと公共の場合ちょっと経済豊かになると移動増えるんですよ、だから、まあ、逆に言うと移動不況、まあ、大体経済がシュリンクしていくと移動が減っているという現象があります。ただもう一つは地方が豊かになっていることなんですね。地方がもうかなりいろんなものが揃っていて、出る必要がない、雇用もある程度ある、そういうところショッピングストアとか、今コストコ1500円が回ると思うんですけども、必ずしも東京に来て豊かな生活できるわけじゃないので、それはなんか二面性あると思うんですね。だから言い悪いというか、まあ、しかし、まあ、それはどう考えてるか分かりませんけども、そういうふうなおっしゃられた通りのことはあると思います。庄司さんはどうですか、実際に東京に来られて、はい、その格差のようなものって感じるんですか。そうですね、あまり東京に出てきてからまだ1年半ぐらいしか経ってないので、ものすごい大きな格差ひしひしと感じたりとか、そういったことはないんですけれども、やっぱりその才能ですとかお金ですとか、そういったところでやっぱり差はあるなっていうのは感じたことはありますね。ちなみにですね、今日スタジオにいるメンバーで五味さんと僕以外は皆さん地方出身でいらっしゃいまして、どうですか菊池さん、京都が地方って言うとちょっと、都ですもんね。逆に落ちてきたわけですから。京都からどうしてこう東京にっていうのはあったんですか。大学、高校まで京都で、大学から東京に出てきたんですけれども、なんかその政治だったり経済に関心があるみたいなことを古今先生に話してたら、お前は東京に出た方がいいって言って、でそれをまあ一応信じて東京に出てみると、やっぱり今何でしょう、勉強させていただいたり、もしくはアメリカに行くって道が開けたので、私は振り返ってよかったなと思いますね。戻りたいはないですか。戻りたくないですね。朝さんどうなんですか。俺も絶対戻りたくない、自分の地元には。だって福岡がいいって言ってんじゃん。見つけたんだよ俺、日本の中で一番いい場所見つけたんだよ。福岡県中川市が一番いい中川市なんですね。鎌田さんどちら出身。私は福島ですけど、でもちっちゃい時に来ちゃってるので、でもあっちに住んだりっていうか、まあ1ヶ月2ヶ月とか住んだりこっちに来たりっていうのもあるのであれですけど、私はそもそも都内にあるものに、そのあるないの魅力がないんですよ。その私が求めてるものは別に東京にあるわけじゃなくて、ただ接客業という仕事でやっていくのなら東京がやりやすいというだけです。なるほどなるほど。なんか別に他は、人数感ってことでしょそれは。そうです、分母がやっぱ多いから。思い入れとかないんですか。例えばちょっと地方が嫌だから東京がいいとか。ないです、どっちでもいい、どこでもいいです。住むのどこでもいい。先生どちら出身なんですか。私はアシさんと同じ山口の下関。そうなんですか。山口県なんですか。下関ですね。下関じゃないですか。一緒じゃないですか。同級生とか同じ年なんですね。同級生なんですか。同級生なんですか。1973年生まれ。待ってください。の12月です。マジですか。いやでも先生多分もう進学校に行ってる人だから、俺の隣の高校だと思います。有名なね、進学校でしょ。でも淳さんの同級生とか知り合いいるんですか。これはレアパターン。ブイブイ言わしてたんですよ。工業高校で。工業高校で。同い年だった。嬉しい。先生はどうなんですか、やっぱりなんでこう東京に行きたいって思ったんですか。いやまあこのままいと、この先がないというか、自分がやっぱり地方の中で生きていく、生まれたところで生きていくと、大体このようなポジションに行くなっていうのが見えてくるところがあるよね。大体こういう経路で行くだろうと。でやっぱ若い時はそれは嫌だと思って、挑戦したいと、チャレンジングしたいという気持ちはありましたよね。東京では何かこう問題が起こってるんですか。東京では問題というの特に起こってはないんですか。そう、人が多く集まりすぎて、はい、例えばその高齢者が多いですとか、なんか抜け、ま、人の移動がなくなるとですとか、みんな東京に行ったらもう東京で皆さんいいっていう言うじゃないですか。そうするともうどんどん飽和しちゃうのかななんて思っちゃうんですけど、私のその主張という主張なのかな、まあ、分かんないですけども、
まあ、地方も結構問題なんですけども東京は結構問題だと思うんですね。なので東京に生まれた人は東京がほとんど出ない、そうですね、9割の人が東京が出ない、私もやでそれで僕いいのかなと思うんです。東京に生まれて東京で死んでいくっていうのが9割なんですよね、はい、で地方だと大体7割か8割なので、まあ、2、3割の人が抜けていく。で新しい経験地方の人はやっぱりそれで一遍出てきて東京に出てきて、まあなんか刺激ですね、まあ地方の良さも発見するんですけども東京の人はなかなかその、出ていくことはない。出たくないでしょ。なんか差し迫った問題がないんで出るタイミングがないですけど、それこそ福岡移住はたまに考えますけどね。でもなんか福岡移住いやいいですよ。でもなんかきっかけはないんですよその特に。でしかも子育てとか考えるとよりなくなっちゃうんでうーんって感じですね。そっか、うん、リノベーションが、うん起きづらくなるじゃないですか、うん、東京に。やっぱり何でもあるし、うん、何でもできちゃうから、うん、最近その先ほどの議論の延長ですけど、うん、ないっていうのがどんなにすごいいいことかっていうのをやっぱり発信する地域の人たちが増えてきたなと思っていて、うん、チャンスもだからそれだけ広がってるから、うん、だから東京一極集中はやっぱり日本の衰退の一つの象徴なんじゃないかなって思います、でこの東京がなんか、高齢者専用都市になるみたいなのどういう意味なんですか。高齢者がどんどん増えていくってこと、まあ、ある種その東京から外に出ないって話もしましたよね、うん、そうするとだんだん降り積もっていくわけですね高齢者が、うん、でそうなっていくと高齢化がもう進んでいって、うん、まあ若い人来てますけどニーズとしては減っているところになる。率としてはということですね、高齢者の割合の方が大きいっていうところですよね。これどうすればいいんですか菊池さん。どうすればいいんですかね教えてください解決のかな。でもなんか一個そのお伺いしたかったのはなんか一極集中必ずしも悪くないっていうところに重ねると、はい、やっぱりその地方で本当にそれこそ中都市ではない地方でインフラが立ち行かなくなる、うん、もう数人しかいないのに市役所を残しておかないといけない、うん、郵便局残していかないといけないっていうところに比べると実は集中も悪くはないコンパクトっていうのが、はい、あるのかなっていうのを話聞いて、はい、いいと思うんですけども、うん、ただ東京で考えた場合にやっぱりその高齢化が進んでて若者にとってはなかなか世知辛い都市なのかなという気持ちもあって、この前のハロウィンとかもそう思うんですけども、はい、結局その若者がちゃんと扱えてないというか、うん、お金持ってないじゃないですか、うん、若者というのは、うん、お金持ってないと出てけというか渋谷から出てって渋谷から遊ぶのは良くない、うん、で渋谷も結構高齢者向けの、うん、その、うん、デパートがたくさんできていると。まさに今出てるんですけど東急プラザ渋谷はですね大人を楽しめる渋谷へというようなコンセプトを出していたりとか、私もハロウィン取材してた時に もちろん若者すごい多いんですよ。で区の方と少し話をしているとそういった方々ってお金を落とさないんですよ、うん、その場を楽しむだけ でやっぱり区としては利益を上げるためにはお金を落としてくれる層にターゲティングしていきたいっていうところでそこはやっぱり難しいっていうところでやっぱり世知辛いですよね。そうすると、うん、私例えばソウルとか街を見ると新しい街がどんどんできてるなと毎回言って思うわけですね、うんうん、で若者向けの、まあ、ホンデとかソンスとかそういう街ができてるんですけども結構若者がまあ韓国ものすごい高齢化が進んでるんですけど日本よりはまあまあマシな方にまだなってる、はいはいはい、そうなってくると日本はそこまで楽しくなってるのかな東京はっていうのは思いますけどね。これ皆さんの話を聞いてるともう地方からどんどん東京に入っちゃえばもうインフラも整ってるわけですしなんかこういって創作意欲も湧いたりですとかいろんなこうプラスになってくるんじゃないかなと思うんですけどこれダメなんですかね先生。もっともっと入れてで地方都市のその無駄になりがちなインフラの部分を排除してってコンパクトシティ化もしてってっていうのはダメなんですかね、うん、いやまあダメじゃないですか。格差はどんどん進んでますよね東京の街は、うん、その、やっぱり東京の街にでやっぱり楽しもうと思うならば若いうちはいいとかもしれないですけどお金がないとダメっていうことになっていて、うん、それは人が入れば入るほど現状はそのやっぱ格差っていうのは大きくなっているとは思いますよね、うん、それはなんか高齢な方がやはり多いからとかっていう理由になるんですかね。まあ、それもあると思う、まあ、成功した人がどんどん残っていくっていうのは、うんうん、あるとは思います、はい、なるほど。どうですか菊池さんは。なんかその堀さんのおっしゃったその、うん、いろんな人がいるからもしくは何かが足りないから、うん、なんかイノベーションが起きたり新しいことができるのだっていうのはなんかすごい納得感があって実際そういう研究ももちろんたくさんあるんですけど、うんはいはいはい、なのでなんかもう少し人の還流があってもいいのかなと思うんですけど、うんまあ、みんな東京に来たいなら来るなとは言えないし、うんまあ、東京に残りたいって言ったら、うん、っていうのは難しいなと思います、ね、なんかだから、まあ、多分国家戦略として地域創生っていうのを今大きく掲げているんだと思うんですけれども、うん、なんかまだうまくいってない成功の方が見えないっていうか、うん、結局分配して終わってるというか地方交付金みたいな形で、うん結局そのお金を生きたお金にする人材みたいなのをどうやってちゃんと配置できるか育成できるかだから東京でもできるし、まあ、この先ちょっと地元帰るかってやってももっと面白いことが自分で立ち上げられるしみたいな
その機械の仕掛け作りみたいなのは国家戦略でやらないと、うん、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。